はいどうも小林隆史家についていく人々というファンクラブやっておりますえその中で Zoom で毎週ミーティングをやってますんでその中から切り抜きですファンクラブの入会いつでもお待ちしておりますそれではどうぞ ちょっと別の話なんですけども、あのほら、ちょっと字を丁寧に書こうとするみたいな話をちょっとしてるんですけど、最近。やっぱあれはいいんじゃないかってすごい思,い思うようになって、それを自己分析したんだけども、やっぱね、字を、例えば今からよし、ゆっくり字を書いてみようと思うじゃないですか。それでいつもの最低2倍ぐらい時間をかけて字を書こうとするということをやると何がいいかと、自分なりにこう考えたんだけど、そこに、 習字をゆっくりするじゃないですか。そうすると、なんていうの本来、時間かけないでやってることを、まあ時間をかけるじゃないそうするとさ、俺には今、余裕があるという、 そういうい感覚になれるわけ <laughs>、まあ、いや余裕があるとか言ったって別にそんなその長い時間やってることじゃないかさ5分10分の話じゃないですか、まあ、ゆっくり字を書くって言ったってにもかかわらず心が「俺今すごく余裕がある」っていう気分になれるわけですねゆっくり書くと。でつい謀殺されてる中でわ,ーわしゃわしゃってやってると一、まあ、日の中にそういう時間でやっぱ持てないからそしてそうやって余裕がある俺みたいなものを自分の心にすり込んでいくことができるんですね。<laughs> でそういうちょっと丁寧にする時間の差みたいなものってトータルで考えても大したことないからない上にその上その癖っていうかそのちょっとダラダラするとさ時間ってすぐ経っちゃうじゃん。で,でそう考えるとそのちょっとゆっくり字を書くみたいな、まあ、あんまり意味なさそうに思える時間でもその何て言うのかな自分という人間の一日には。 こんなに余裕っていうものがあるんだっていうふうに言い聞かせることができるっていうのはね、一ついいと思うんですよ。で、もちろん、その、なんだろうな、もちろん、ぼーっとする時間とかも必要だし、別にそういう時間もさ、大事じゃないですか。だから、あの脳にとってはさ、まあ、いろんな時間が基本的には大事なんだと思うんだけど、バシャバシャしてる時間もも,もしかしたら、あれだけど、一緒くになっちゃうじゃん、どうしても気がつくと、バシャバシャしてる。 時間ばかかかりりにななったりとすするじゃないですかだからどっかで区切ってぼーっとするならぼーっとする時間をちゃんと取るとかゆっくり字を書くならゆっくり書く時間をこう取るとかっていうことをすると自分の中にあ俺の一日って結構いい時間持ててるっていう感覚になれるというかねそれがねすごくいいなと思ってます。 僕はその瞑想的習字と呼んでるんですけれども、そういう瞑想に近いメリットがある。でこの瞑想的習字のメリットをこうまとめると、えー、まず頭の中のごちゃごちゃが整理されるっていうのはまず一つありますね。これも書くということがもうそうなんだけども、で、さっき言ったわちゃわちゃした心の焦りみたいなものを抑える効果みたいな、ね、ものもありますね、やっぱりね。そして 時間をその何う効率的に使うっていう意識が高まるというか、なんか時間に対する意識が高まるというか、そういう部分もあるんじゃないかと思いますね。そして、えー、漢字を意外と思い出せるというかその、漢字を思い出そうとする時間ってどんどん減るじゃないですか。だって変換すればいいから、だから字で書こうとすると、 絶対当たるんだよね。これ書けないんだ俺っていう字に当たるので。で、すぐ調べないでちょっと思い出すっていうのをやった方がいいなと思いましたね。それはボケ防止じゃないですけど、<laughs> すぐ調べられる、あるいはパソコンで打ってると、変換一発でカチャカチャカチャあでは、はいこれねっていうようになって、一回も書かずに、どういう字だったかを頭に入れずに、えーと、先に作業が進んでいくので、そういう意味ではね、えー まあ、忙しいとね、そういうのどんどんどんまあいいやになっていくんですけども、たまにそういう時間を取るとですね、あのやろうって気になるとか、思い出そうって気になるとか、そういうところもね、この瞑想的習字の良さだと思います。えー、今回は、瞑想的習字のメリット4選でした。ありがとうございます。お話です。 あの無理やりまとめた感出ましたけどね <laughs>。<laughs> <laughs> ここが終わりって分かりやすい感じになってましたよね <laughs> <laughs>、はい。というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あ,あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林でしたしで